それじゃあ基地を仕上げたら送るから、君たちは先に行ってて。チップアップル、これから送るよ。秘密基地か、すごいな。こういうの作るっきゃないな。ねえみんな、僕らの秘密基地作らない？ゆうべ YouTube で見たんだけど、僕らだけの秘密の場所ってなんか楽しくない？僕もそれ見たよ。木の上に小屋を作るやつでしょ。男の子ってほんとそういうの好きね。だけど秘密ってことは誰にも知られちゃいけないんでしょ。木の上に小屋を作ったらとっても目立っちゃって秘密じゃなくなるわよ。もちろんそこは考えてる。すぐ近くにあってみんな知ってるけど誰も行かない場所。そんなとこどこにあるの？なるほど、トゲトゲ根っこの森なのね。知ってる？このトゲトゲとっても硬くて刺さるととっても痛いのよ。そう、だから誰も来ない。まさに天然の要塞に囲まれた鉄壁の隠れ家、秘密基地にうってつけの場所なんだよ。だけどなんか気味悪いわよね。そうだね、夜になるとなんか出てくるような気がする。そもそも二郎くん、このトゲトゲしかないところでどうやって秘密基地作るのよ。皆さんお待たせしました。ポンタさんを呼んできました。やあみんな。なるほど、ポンタくんがいればなんとかなりそうだね。そうね、なんたって風船で家を作っちゃうくらいだから。初めて来たけど本当にトゲトゲばっかりなんだね。ねえなんか不思議に思わない？このトゲトゲの根っこ、みんな同じ方向に傾いてない？言われてみればそうね。この根っこの刺す方向には何があるの？普通植物は太陽の方向を向いて成長するんだよね。今太陽はあっちだから太陽の方向じゃなさそうだね。あっちの方向ってただゴツゴツ砂漠があるだけでしょ。何にもないわよね。トゲトゲの刺す方向じゃなくて反対の方向が大切なんじゃないかと思う。反対の方向？反対の方向って大樹しか見えないわよ。え、このトゲトゲ大樹から来てるってこと？みんな大発見よ。これって大樹の根っこかもしれない。ねえ、大樹の根っこがどうしてここで出てきたんだろう。根っこって下の方に伸びていくんでしょ？くぅー、僕映画で見たことがある。僕らの立っているこの真下に根っこが伸びるのを邪魔する大きくて硬いものがあるんだよ。そう、折り紙の森ができる前にここに不時着して地下に埋まってしまった UFO の巨大母艦じゃないかな。二郎さんの夢を壊すようですが、私の見る限りこの辺りで地層に変化があります。この先のゴツゴツ砂漠は硬い岩盤層なので、根っこはここまでしか成長できなかったのではないでしょうか。そうね、その辺りが妥当な感じね。ねえ、チャットボイスでも調べてみない？チャットボイス、トゲトゲ根っこの森について教えて。トゲトゲ根っこの森ですか？皆さん、私はインターナショナルなネットワークにつながった AI ですから、そうしたローカルな話題は得意ではないんですが、最近アップされた YouTube の折り紙の森の三大聖地に参考になる記述がありますよ。ご覧になりますか？見る見る。今日は折り紙の森の三大聖地を紹介するよ。聖地って何さ？聖地っていうのは神様とかに関係のある神聖な場所のこと。
まずは南西の方向にある折り紙湖。知ってる。そこにはオッシーっていう恐竜が住んでるんでしょ。そう、オッシーはこの湖を守る神様と言われているんで、聖地と言われているんだ。二つ目は北にある雪山。ここは標高が高くて、まだ誰も頂上まで行った者はいない。ところがこの頂上付近で UFO が何度も目撃されていてね、宇宙人か未来人の基地があるんじゃないかとも言われているんだ。最後は西にあるトゲトゲ根っこの森。ここには逸話があってね、昔々西の彼方から偉いお坊さんがやってきたんだけど、この辺りで危険生物のクロヤギ、シュロヤギに遭遇するんだ。一目散に逃げたお坊さんがもうダメだと思った時、急にクロヤギ、シュロヤギが引き返していった。この時お坊さんが逃げ込んだところがトゲトゲ根っこの中だったんだ。それからそこには守り神が住むと言われるようになった。どうだった？これが折り紙の森の三大聖地。今いいとこなんだから。ねえねえ、だから後にしてくれない？え、みんないるね。いい質問だね。わわわわ、見てみんな、ここにトンネルができてる。ねえ、こんな穴さっきまで絶対なかったわよね。この根っこ、ここにあった？この根っこ動くのかな。ねえ、この中入ってみる？みんなどうぞお先に、私はここで監視してるから。ねえみんな、中からかすかに音が聞こえる。時計の音？なんで？この音、聞き覚えがある。なんだったかな。ジロ、早く起きなさい。夜遅くまで YouTube ばっかり見てるから朝起きれないのよ。夢か。夢はいつもいいとこで終わるな。いや、これって正夢ってやつじゃない？今日はトゲトゲ根っこの森に行ってみよう。なんだか秘密基地が見つかるような気がする。今日のお話どうだった？動くトゲトゲ根っこ、少し怖いよね。だけどもしあれが胎児の根っこだったら、もしかすると僕らを守ってくれているのかもしれないね。なんたって胎児は折り紙の森の守り神だからね。それじゃ次回もお楽しみに。名前